銀梁草マナトラパストラムヒューミリ兵庫県笹山市今田町2006.5不正植物とは、金根を形成し、生活に必要な有機物を菌類から得ることで生活をする植物の古典的な故障である。スノープラントサーコズサングリネアヨセミテ国立公園2013.5不正植物とは、種子植物のうちで、植物体に光合成で自活する能力がなく、 菌類と共生して栄養素を得て生活するものを指して呼ぶ言葉である。不正は普通は菌類に対して使われる言葉で生物主体などを分解して栄養とする生活形態のことである。ここではこう呼ぶものの、これらの植物が外界の有機物を直接摂取するわけではないし、得ている有機物の源泉も多様である。その実際の生活様式はむしろ菌類への規制であり、 最近はその実態をより正確に示すものとして、近獣属栄養植物という名が提案されている。これらの植物は、ほとんど、内しは全く葉緑体を持たない。全株が真っ白であるものや、逆にほとんど真っ黒のものもある。葉は、輪片状に耐火し、茎にまとわりつく。したがって、地上から伸びた茎の先に花だけが並んでいる、といった状態になる。 ごく小型の植物が多く、例えばヒナの尺状化や本合草化のものは多くは、背丈が数センチであり、地表を舐めるように観察しなければ発見できない。さらに、ランカのリザンテラは、前層が地下にあり、花すら地表より下で開花する。他方で、同じランカの土焼け日は高さが1メートル近くなり、全株が大々色で秋には、 大きな果実を鈴なりにつけるため非常に目立つ。同族のタカツルランはさらに大型でツル植物となり樹木に生え上がる。また口実のように一見十分な量の緑葉を備え光合成で自活をしているように見えながら実は有機物などの供給を強制菌に大きく依存しており完全に自活してはいない植物もかなりあることが知られている。地下部は根が あまり発達しないものが多い。地下系のみ発達するものもある。多くのものの根は短くて太く、ここで菌類と共生している。根を失っているものでは共生の場は地下系となる。菌根のタイプは、ン菌根、モノトロポイド菌根が代表的であり、これらは植物が菌に寄生する菌根である。中には、アーバスキュラー菌根を形成して、 培養不可能な絶対強制菌として知られるアーバスキュラー菌根菌に寄生するものもある。多くの不正植物は森林に生育する。一部は特に安定した原生林に近い環境を必要とするらしく、そのような種には生育環境の減少から絶滅危惧種になっているものもある。卵化には 洋卵など培地で発が生育させることができる種類と生活感のほとんどを限られた種類の菌根に由来する種類とがあり、校舎には発見例がほとんどない希少種も少なくなく、適合する菌根の種類や発生、生育条件の研究さえ、手付け数で未だに不明なものも多い。このため事実上栽培不可能であるにもかかわらず、 洋卵などと同じような安易な方法で栽培を行おうとする野生卵の栽培ブームによって卵獲されて数を減らしたものもある。一方で腐食を多量に吸き込んだ形などで種の生育条件がたまたま整ってしまったため大発生する例も知られている。見かけが奇妙な植物なので人目を引いて新聞種になることもある。植物は腐食度ではなく適合し共強制する。 金根菌と共に育てなくてはならないため、植木鉢に移しても育てたり栽培することは、ほとんど不可能である。逆に、菌類の生育環境を整え、それを利用して、不正植物を栽培した例はある。例えば木材不及金に依存する種であれば適合する、菌が蔓延した木材と共に、また他の植物と金根を形成している。 金根菌に依存する種であれば適合する菌と共生している緑色植物と共に植えることで栽培に成功している例が報告されている。多くの植物は歯で光合成を行い、それによって生活のエネルギーを得ている独立栄養生物である。しかし外部から有機物を取り込んで生活する従属栄養で生活する植物も存在する。その一つは 寄生植物であり、他の植物の体に根などに由来する、吸気を差し込んで栄養を吸収して生活している。不正植物の場合、これに似て見えるが、寄生の対象の植物が存在しない。そこで、腐食から栄養を得ている、つまり死んだものに寄生しているのだと考え、死物寄生という用語を与えたことがあった。その後、菌類から養分を得ていることがわかり、 不正植物という用語が使われるようになった。この用語は、これらの植物が菌類と共生し、これを通じて、間接的に腐食などから栄養素を得ている、という理解で与えられたものである。しかし、植物にとって栄養的宿主となる菌は、不正菌とは限らず、光合成を行う植物に依存する絶対、共生性の菌根菌と共生するものもあり、 植物遺体から栄養を得ているとは限らないことが明らかになった。不正植物と呼ばれる植物は栄養的宿主となる菌類が不正性、菌根性、あるいは植物病原菌として接生性を持つものであっても植物が菌類に寄生している点は共通している。すなわち、これらはすべて栄養源を菌に依存する従属栄養植物であると言える。 このような栄養摂取様式を、金従属栄養と呼ぶ。不正植物という用語は、植物自体に不正能力があるかのような誤解を招くものでもあり、強制菌も不正性とは限らないことが明らかになってきたため、あまり適切ではないとみなされるようになりつつある。代わって、より正確に栄養摂取様式を表す、金従属栄養植物という用語が使われるようになってきた。 卵化植物はすべてが菌根を発達させるが、多くの分類群から独立に不正植物になったものが見られる。また、卵化植物と共生する菌には、奈良竹やリゾクトニアのように強力な不正能力を持つものが多数知られているが、金卵など一部の卵は不正能力を持たない外菌根菌と共生して卵菌根を形成している。この場合、 同じ一つの金子体が樹木と共生して、外金根を形成する一方で、卵と共生して、卵金根を形成し、光合成産物は樹木から金子体を経由して、卵に移行すると考えられている。植物の中には、緑葉によって十分な光合成が可能に見えるにもかかわらず、金根からの有機物供給に深く依存しているもの、また生活史の一時期に限って、 不正植物としての生活を送るものが知られている。卵化の植物は、野生条件下では、種子の発芽に、特定の系統群の端子菌、あるいは端子菌由来の不完全菌からの栄養素の供給が不可欠であり、菌類に依存した、このような発芽様式を菌発芽と呼ぶ。また、ある程度の大きさに、微生が成長するまでは菌類に依存することが知られている。 この段階は着生生活をする乱では短いが、地生の乱の中にはしばしばこの状態で非常に長い、期間地下生活を送り、かなりの大きさになってから初めて葉を伸ばして、光合成を行うようになるものが知られている。例えば、春乱欄属の地生乱の未生は、生姜の根形状の姿で長期間地下生活を送る。この段階はまさに不生植物としての生活を、 送っているとみなすことができる。卵化植物には緑葉が発達しているにもかかわらず鉢植え栽培が著しく困難な種が数多く知られている。例えば都市公園の芝生にもよく自生しているネジ花も他の植物とともに植木鉢に植えておくとよく成長するのに単独で鉢植えにすると短期間で弱ってしまい意外に栽培が難しいことが知られている。 一薬草科の植物は、日当たりの良い環境に葉を展開して光合成で、生活しているように見えても、単独で植木鉢に植えて育てると通常うまく、育たずに枯死してしまう。2000年代になって、日本産の紅花一薬草の根には、イボタケ科などの周囲の樹木との間に、外金根を作って共生している複数の種の金根菌の菌種が一株の根に同時に入り込んで、 アルブトイド菌根を形成し、樹木が光合成によって同化した有機物が菌根菌を介してベニバナイチ薬草に供給されていることが強制菌の遺伝子解析とラジオアイソトープをトレーサーとして用いた研究によって証明された。さらに種子発芽の段階では、ロータケ属菌による菌発芽を行っていることが報告された。また、ベニバナイチ薬草は、 カラマツなどと一緒に鉢に植えると、外菌根菌と三者共生を成立させて、長期間生存可能であることも知られている。種子植物以外にも、胞子で繁殖するために、シダ植物としてまとめられている。イカンタバ植物の中に、生活史の一時期を、不正植物として送るものが知られている。例えば、松原類、花わらび類、花ヤスリ類、日陰のカズラ類などの配偶体は、 新生シダ類の配偶体のような全容体ではなく、地中に渦漏れて、容量クソを持たない芋状の形であることが多い。この内部には、外部からアーバスキュラー菌根菌の菌糸が入り込んで、有機物を供給しており、一種の不正植物として生活を送っている。大部分が単子養植物である。日本に生育する代表的なものを以下に挙げる。総子用植物単子用植物。単子養植物 ありがとうございます。